山田賢治は衆議院議員で現在3期目。大阪府出身。現在は兵庫県西宮市三助町に在住。1985年に米国インディアナ州ノースビュー高校卒業。1986年に大阪教育大学附属高等学校天皇寺校舎卒業。1990年に神戸大学法学部を卒業。同年。 住友銀行に入行し、通商産業省に出向。2006年より SG 新宅銀行に勤務しつつ、芦屋、西宮を中心として子ども向けボランティア活動に従事。2010年に芦屋キワニスクラブ会長に就任。尖閣諸島中国漁船衝突事件をきっかけに政治家を志す。自民党兵庫県連の公募に応じ、2012年の 第46回衆議院議員総選挙に兵庫7区から自民党公認で立候補。民主党前職の石井敏郎らを破り初当選した。2014年の第47回衆議院議員総選挙で再選。2017年の第48回衆議院議員総選挙で参選。2018年10月の第4次安倍内閣改造内閣の大臣政務官人事において、 同僚議員の鈴木則和、辻木よひとと共に外務大臣政務官に任命された。2015年2月17日の衆議院本会議の代表質問において、アイスセルによる日本人拘束事件に関連する代表質問を行っていた日本共産党委員長の C ・和夫に向けて、さすがテロ政党。とのやじを飛ばした。 同月19日、自民党の小野義八郎国対委員長大臣と国会内の共産党控室を訪れ、自身がヤジを飛ばしたことを名乗り出て謝罪した。2013年、山田の公設秘書が電車内で痴漢をしたとして、滋賀県迷惑行為等防止条例違反で、滋賀県大津警察署に現行犯逮捕された。2015年4月の西宮市議会議員選挙に、 落選した元公設秘書が自身の選挙を山田が全く応援しなかったとして2015年7月事務所勤務時代に毎月秘書給与を事務所に戻させられたなど週刊誌に実名で告発した元秘書は2014年に山田事務所を辞めた後の2015年2月から5月に提出された山田の3つの政治団体の 政治資金収支報告書に勝手に名前を使われたほか、金額に95万円の食い違いがあるなど、虚偽の記載があるとして2015年12月に再び、神戸地方検察庁に告発したが、いずれも不起訴となった。なお、元秘書は、自分が収支報告書提出作業を終了したと自身の Facebook に投稿している。元秘書は、 自身のブログでこれらの告発を行った後、2016年2月、西宮市内の路上の車内で死亡しているのが発見された。現在、死亡した元秘書のブログから告発に関する記事は除去されている。ありがとうございます。